完了。さあグリーンが振られます。トヨタガズーレーシングヤリスカップ2022東日本シリーズ、西日本シリーズの第7戦の決勝レース、シグナルオールレッドブラックアウトスタートになりました。さあまずは森川、そのイン側にキャンディー竹香川、いいスタートを決めたように見えた。そして大森がいて、吹谷定一郎と1コーナーに向かって、これは2台並ぶ、いや3台4台並ぶような形で飛び込んできました。さあかなりの混戦、いや2台3台横並びというところで1コーナー TGR コーナーを攻略していきますが、さあトップ争いはキャンディー VS 森川、キャンディーがイン側でクカコーラコーナーに向かっていくところ、さあトップが入れ替わるでしょうか。ただそらしろ今ふらついたのはこれ誰でしょうか、大森のマシンだったでしょうか。それによりましてイン側に今度は、松原良二が上げてきましたね。松原が3番手にポジション